はい、どうも、佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報を医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。はい、今日ですね、大阪の天気はもう一日中雨です。朝からねずーっと降ってますね。はい、僕個人的にね、雨あんまり好きじゃないので、ちょっとなんか憂鬱な感じがするんですけれども、まあでも雨がないとですね、まあ、人間生きていけないので、まあ、仕方がないということで、まあなんか時期的にもですね、もう6月入るんで、はい、もうなんか早めの梅雨入りなんだろうかみたいな、なんかそんな感じをちょっと、まあ、感じておるというような、まあ、そんな感じですね。はい、でね、まあ、こういったね、結構雨の日とかですとね、まあ、認知症患者さんとかすごい症状がね、まあ、こう重くなりやすいとか、まあ、強く出やすいね、症状がね、なんかそんな風に言われてます。これはまあ事実なんですね。まあ、うちの方に来られる患者さんとかも、今日ね、雨の日にね、なんかものすごい体調が悪くて、もう布団から出られへんみたいなね、起き上がるのもちょっとしんどいみたいな感じで、まあ、ちょっと来られなくなるみたいな、はい、そんなことも結構パターンとしてはありますね。はい、まあ、なので、まあ、認知症の方は特にですね、まあ、この雨の日っていうのはまあ気をつけていただきたいんですけれども、これなんでかという話をね、ちょっと今日させてもらおうかなと思っております。はい、まあ、結論から言いますとですね、まあ、雨の日っていうのはですね、まあ、内臓機能が落ちやすい、はい、それに伴ってですね、まあ、こう脳に影響があって、まあ、症状っていうのが強く出やすいという、まあ、そういうね感じなんですね。はい、もうちょっとだけ詳しく言うとですね、まあ、雨ということは、まあ、要は低気圧ですよね。はい、気圧がこう下がっている状態なんですけれども、気圧が下がるとですね、内臓がね機能しにくくなります。はい、機能、内臓の高機能が低下して、まあ、なんか重たくなる感じですね。まあ、ズーンとそんな感じがすると、はい、いうことなんですね。まあ、それに伴ってですね、まあ、自律神経とかが、はい、乱れてきて、はい、まあ、結局そのつながりで、まあ、脳にも影響があって、まあ、普段よりもですね、まあ、認知症の症状が、はい、出やすくなるというような感じ、形になります。はい、もともとね、まあ、健常者ってちょっと言い方は微妙かもしれませんけれども、まあ、普通の方とね、比べてですね、まあ、認知症の方っていうのは特にね、こう内臓の機能が落ちています。落ちてる方が多いです、本当に。特に、まあ、十二指腸だったり、まあ、こう肺だったりとかですね、まあ、肝臓も腎臓もそうなんですけど、全体的にね、こう内臓の機能っていうのは、まあ、落ち気味なわけですよ。はい、まあ、そんな状態でですね、まあ、低気圧の影響を受けて、さらにね、こう内臓の機能を低下させることによって、まあ、症状っていうのはね、さらに強く出やすいということで、はい、だからね、まあ、雨だからってちょっとね、舐められないということですね。はい、まあ、それだけね、まあ、こう認知症の方っていうのは体が敏感にできていますんで、まあ、まあ、こう雨の日っていうとか、まあ、ちょっとね、変わった天気の日とか、特にですね、まあ、体調面、気をつけてみていただければというふうに思っております。はい、まあ、内臓の機能をね、まあ、ある程度良くしたらですね、まあ、低気圧だろうが、まあ、ある程度ね、こう負けない体になってくるかと思うんですけれどもね、まあ、認知症の方っていうのは、まあ、最初は特にね、その辺気をつけていただかないと、まあ、あんま良くないかなというふうに思いますんで、はい、ぜひご参考にしてみてください。はい、まあ、こういった内容ですね、定期的に配信しております。良ければですね、まあ、今回の動画も含めいいなと思ったらですね、まあ、下の方にいいねボタンがついておりますので、ぜひいいねをしてください。チャンネル登録もね、もうされてなければ、ぜひチャンネル登録もしてもらえると、僕は喜びます。はい、ということで、ぜひよろしくお願いします。今日の内容は以上ですね。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。ではさよなら。